今年9月にオープンした岐阜県内の特産品を販売するセレクトショップ。その一角に若い女性たちが集まっていました。手には細長いピンク色の商品が。実はこれ毛抜きだったのです。その名もズバリヌーク。最大の特徴は先端が丸くなっていること。従来の毛抜きは先が尖っていて点でしか毛をつかめませんでしたが、ヌークはどの方向からでも簡単につかむことができます。抜きやすかったです。はい、スルスル抜けました、ね、先が尖ってないので安全ですし、痛くないというのは一番いいと思います。販売を始めた2009年に毛抜きの規制概念を覆したとしてグッドデザイン賞を受賞。今や年間1万本以上売り上げる大ヒット商品です。人口およそ4000人の郡上市南町、その山あいにヌークを製造する小さな町工場があります。三郷工業。1969年の創業で従業員数32名、主に自動車部品メーカーの下請けとして金属加工を行っています。長年培った技術は業界トップクラスとも言われています。ヌークを製造するのがこちらの機械。金属の板をプレスし、誤差が100分の1ミリの範囲内で同じ薄さにしていきます。この技術が規制概念を覆すデザインを可能にしたのです。創業者の父親から10年前に社長の座を継いだのが川島成樹さん、45歳。2枚の板がこう合わさって、毛抜きの形状になっていくんで、まあ、1枚1枚の板の厚みが変わってしまうと、曲げる時の曲げる角度が変わっていきます。一番薄いところ 0.7 ミリで、それからこう可変をさしていくっていうところで、まあ、本体のしなりであったり先端のこう強さであったりとかっていうものを、まあ、バネ製を利用して作っているんですけど、本体がしなることによって先端のその噛み合わせの時の力、これが通常の毛抜きよりも増してますし。ヌークの大ヒットもあり、昨年度過去最高の売上高を記録した三郷工業。実は6年前のある大ピンチが成功への分岐点となったのです。ターニングポイント。新工場をちょうど建てて、新しい機械も導入して2年目ぐらいでリーマンが起きて、で、まあ2008年のちょうどまあ9月10月ぐらいからどんどん電話で物が来月は減ります、再来月からなくなりますとか、まあ本当に仕事がどんどん減っていくというさなかで、まあどうしたらいいやろうと。単付きで言うと、70% ダウンぐらいまでいきましたね。3割ぐらいしかないっていう。とにかく仕事を取ろうと。でいろんなところに顔を出し始めました。まあ、地元だったら商工会とかのセミナーとかに行って、こちらからこう、まあ、自社の強みをアピールして営業をするっていうようなスタンスはもう全くなかったんで、もう初の試みでしたね。まあ、とにかくいろんなとこ行っていろんな社長さんに会ったりいろんな会社さんを見て、まあ、それで勉強して、でそこからこう、まあ、新しい自社の仕事としての取り入れっていうところで、まあ、いろんな模索をして。この日川島さんのもとに2人の男性が訪れました。岐阜市を拠点に活動するデザイナーの角英二さんと、関市で金属加工メーカーを営む道家隆文さん。積極的に外へ出ていく中、川島さんが2009年に出会ったのが道家さんでした。ヌークは
道家さんが発案して須美さんにデザインを依頼、そして三郷工業が量産体制を確立して販売にこぎつけたのです。今までにない毛抜きを作ってください、世の中にない新しい毛抜きを作りたいっていうのは、そういうのを、はっきり言葉にして依頼をされる方は新鮮でしたね。試作ではどれだけこう手をかけてもこう作れるんですけど、やはり同じ品質のものを大量に作らないといけないっていう工程をどう組んでいくかっていうのがすごく大変で、川島さんと出会ってその時にまあリーマンショックのこともあり、そのいろいろそのタイミングが本当にあって進んでったって感じですね。今年4月、海外展開などを目的に道家さんの会社をヌークジャパンとして法人化。すでにアメリカやヨーロッパで販売を始め、今後アジア圏にも進出していきます。三郷工業にはこんなテーマが、時代の普通を作る。今の新しいなんですけど、次の世代に本当に使われて、次の世代には普通になっている、長くそのいろんな人に使っていただけるものがいいなっていう、諦めないことですよね。そのどんな状況になっても諦めれば終わりますし、いろんな人と支え合いながらいろんな新しいものを創造していくっていうところが、一人でやるんじゃないっていうところが非常にポイントじゃないかなと思います。日本のものづくりを支えてきた中小企業は苦境に立たされています。自動車や家電メーカーが工場を海外にシフトしたことで仕事量が減ってきたことによります。中小企業の経営資源は限られています。足りない要素は他社との連携で補い、自社商品を開発するなど経営方針を転換する必要性に迫られているのです。ご覧いただいた川島社長は、仕事が激減する中何とかしようと積極的に動き、2人のキーパーソンとの出会いからオリジナル商品を開発する機会を得ました。環境の変化に適応し、ピンチをチャンスに結びつける逆転の発想で運命を切り開き、決して諦めない執念を持ち続けたことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。